誰がキャラが一番、キャラ一番濃いの？いや結構濃い人多いんですけど、やっぱり赤さんかな。赤さん、赤さんの名前出ました。めちゃくちゃ明るくて、明るくて癖が強いですよ。かなり癖強いです。癖少なめだよね。ない方だよ。相席食堂みたいに完全にガンガン入れてこう。イーグルス91番柴田嗣人です。どうも、今年からイーグルスの彦坂です。お願いします。お願いします。キャピキャピですよ。いやもうなんか気分はルーキーに戻った感じですね。自分もこの時ありました。ここなんですが、株式会社マリーベント様の前に来ています。はい、それでは早速行ってみましょう。行ってみましょう。早速作業と調理器具を紹介していただきましょう。お願いします。やろう。この機械で煮る、焼く、蒸すっていうのができる。はい、こちらで何でもできるそうです。皆さんぜひお買い求めを。いや、これで200万円。あ、そうです。これは酢飯を合わせる機械。1回買ったら大体500から550食ぐらいのご飯全部買います。さて、これは何の機械でしょう。酢飯です。酢飯の握る機械。ドリマグル。ドリマグル欲しいです。ここにご飯を入れて、するとここからホットドラッグです。ご飯がダーッと流れてくる。で、のりを置いてやるから、のりが置いてやったらご飯が流れて、のりの上に乗っかって、もう一回やればキュッと。おー、なるほど。そしたらこれで出来上がる。すげえ。こんな感じだね。ベントを作ります。うまそう。めちゃめちゃうまそうじゃん。見てるだけで幸せ。いただきます。後悔。うまい。すぐとイマイチだね。うん、柔らかい。脂めっちゃ甘くておいしいです。いいです。完成です。じゃあまず実食に。あ、すぐとめちゃめちゃ噛んでるでしょ。それでは実食に行きたいと思います。まずは昔から愛されている駅弁の一つであるサーモン寿司を食べていきたいと思います。生のサーモンじゃなくてスモークサーモンですか？そうです。スモークサーモンを握りにするのが珍しいらしいので、はい、すごく楽しみです。早速いただきましょう。いただきます。もう一回。そのサーモンを握りにしたんじゃない、押し寿司なの。押し寿司握りじゃない。これなんとですね、生のサーモンじゃなくてスモークサーモンらしいです。そうです。スモークサーモンを押し寿司にするのは珍しいらしいね。くそ。じゃあ早速いただいていきましょう。いただきます。いただきます。うん、めちゃくちゃうまいです。やっぱり生とはまた違った香ばしさがあります。普通に米とうまいっていう。うまい、うん、こいつはもうめちゃくちゃ美味しいです。こういう海苔でしかできない。今頃姿につまんねんって言われてるんだろうな。先輩お願いします。酢飯の酢加減もバッチリです。ゆううまいじゃん。バッチリです。トマチョップスいただきます。いいこと言ったな、ゆうは。あ、褒めていただきました。ありがとうございます。
次はですね、丸山弁当新ブランド、何でしょう、今丸山食べましたけどごめんなさい。はい、ではお次はですね、丸井弁当新ブランドの、肉懐石デリ青山厨房の、ステーキ重でございます。見た目がいいですね。まずラッピングしてくれました、しっかり。うまそう。すごい細かソースも。あれ上にくっついちゃった。まず話してからだね。面白い。それじゃあ行きます。すごいくっついてる。すごい。いただきます。まず戻しますね。うん、戻す、はい、戻すね。いただきます。いっちゃいたいと思います。うん、めちゃめちゃご飯すります。これ、このお肉、うわぁ。それでは僕も食べたいと思います。うわぁ、いい香り。いただきます。うん、柔らかい。めちゃくちゃうまいっすよ。うん、あ、まだうまい。あ、ずっとうまい。あ、もうずっとうまい。ご飯も合う。美味しいです。これはつまんない。これ使える。これはつまんない、ね、もう食べたらよ。あ、このニンニク風味のお肉にブラックペッパーってぴったりですねとか、そういうのをこう。ブラックペッパーとニンニクの香りがもう鼻にガツンきて、これは美味しいです。もう最高です。グッジョブ。そしてナムルいきます。マッソよー。あ、赤パプリカって食感がいい、いくてる、はい、全部褒めないとダメよ。シシトウの箸休めにすごいちょうどいい。三口目シシトウいただきます。あの肉でちょっとあーってきたときはシシトウでいい箸休めになりますね。これはいいですよ。パプリカもいっちゃいます。あー、いい箸休めです。美味しいです。ナムルいきます。あーし、マッソーマッソよー。箸休め。箸休め。僕は箸休めないです。肉がうまい。皆さん、ステーキ中食べるなら丸井弁当です。ぜひ食べてください。とても美味しいです。急にエンディングいったの。もうお腹いっぱいになってる。はい、それでは本日は、丸井弁当様の方へ。マリーベッター様で取材をさせていただきました。はい、皆さん、丸の中にカタカナのイで丸イベントです。ぜひお日のともにお越しください。それはもうイーグルスのいい男、イケメンでしょ。それではまたね。またね。あ、つまんないねこれ。上手だし、うん、上手だし、一番やっぱ癖あったのは料理長。まあ最後言っちゃえば、ユウのいい男さえなければいい動画だったなっていう感じですね。これは最後のいい男はないな。これちょっと優しい男の方がいいのに、いい男じゃないんだよね、優しいから。優太さん、そうね、言うだけでね、ラッシュラン出る俺の、厳しめていくよ。
噛み倒しちゃうよ。